ーランチつけたらすごいですね。マジどうすかね。この前最初に行ったのがこの上の方ですか。最初こっち。ああ。はい。家があった青あったのあ家の前のあのごちょごちょで釣ったんですか。スーさんはごちょごちょです。俺は家の前のごちょごちょの始まるあたりです。スーさんは終わるあたり。最後どこら辺行ったのか。田中は全然見えなかった。俺らがここら辺まで行ったから田中の方も本当このレベルじゃん。これがギュッて入れてちょっとこの形とちょっと違う。はい、おはようございます。釣り子 TV です。2回目のとずら原ダム来てみましたよ。そして朝は気温1度、湖上にですね煙が立ち込めるようなそんな冷え込んだ朝なんですけども、今日もね、2回目ってことで結構たくさんロッドを持ってきてみました。ベイトを1本増やして1、2、3、4、5本のスピニングが1本で、スピニングをちょっと、強めのスピニングに変えてみてやってみたいと思います。じゃあ行ってきます。釣れましたか。よっしゃ、バレた。カバーだな。こんな浅いとこいいんだな。浅いとこ OK しよう。
なんでバレるのよ。まあでも当たりがあっただけ御の字か。よし、よし、来た。バレんな。ジカリグー。あー、飛び出した。よっしゃ。ベコンクロウジカリグにカバーからバスが来ましたよ。よいしょ。イエーイ。あー、冬っぽいね。いや、いたよ。ありがとうさん。トズラッパラバス来ましたね。こんな感じでベコンクロウのジカリグね、あんまりジカリグってやったことなかったんですけども、前回ビフテキのライトテキサスが良かったんでね、これジカリグ初挑戦でトズラッパラバスね、こんな感じで、流儀のねジカリグ用っていうか、まあダウンショットシンカーをジカリグ用の針にやってみております。でこれはねテプスのベコンクロウの黒にブルーフレークのカラー、ポロッと取ると、こんな感じのルアーですけどね、小ぶりだけどね嬉しいトズラッパラバス、11月のね朝気温1度だったけどなんとか1匹釣れました。じゃあ逃がしたいと思います。ありがとうさん。じゃあ忘れないうちにね、釣れた道具の説明。久しぶりにトリックスターを引っ張り出してきました。 TSC68 ミディアムヘビーっていう竿ですね。一番、まあ、初期のトリックスターなんですけども、非常に軽くて使いやすい。でそれにレボの LT ギア比が7のやつですね。こんな感じで、でテプスのベコンクロウの黒にブルーフレークでジカリグっぽいこんな感じのセッティングにして、カバーに入れてチョンチョンチョンと誘って、じゃあグググッとラインが走る、こういった感じでした。じゃあ引き続き頑張ります。